皆さんこんばんは。火曜日の夜8時、ヤクライのオペラカフェテレビ始まりました。イエーイ。今日もですね、狐島、ルルホールから、公開生番組ということで、森下美和ちゃんと美和ちゃんと、2人で今日も1時間ね、はいはい、楽しくお届けしたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます、ね、今日は嬉しいですね、今日ね、拍手いっぱい、なんか拍手いっぱい、ね、はい、うん、でなんか今日すごい装備もすごい、ね、なんとなく後で映るか、ね、そうですね、ね、後でちょっとご紹介できると思いますけど、ちょっと楽しみですね、はい、今日もね始まりました。2ヶ月に1回ですけど、はいはい、今日はもう何回目ですか。もう何回目、4回目4回目です。4回目ですね。ちょっと、はい、こなれた感じになってきたかな。いいんですけど。なってきたかなと思うんですけど、はい、シーンとしてますけど、ここ笑うとこですよ皆さん。ね、もうそうですね。そう、笑っていただいて、はい、笑っていただいて、はいはい、盛り上がっていただきたいと思いますけども、ね、はい、今日はそうそう、はい、そういえば、まあ、6月もうすぐねなりますけども、はい、なりますね、5月もそうですが、天気も、まあ、ちょっと寒かったりとかもしますけども、はい、この時期はこうウェディングの日が、ね、はい、そうですね、すごく結婚式をする方が、はい、季節いいですからね、うん、季節いいシーズンで、はい、この前ね、はい、ロイヤルウェディング、ね、見ました、見た、ちょっと見ました、ニュースで、ね、はい、ニュースで見た、はい、いっぱいインターネットとかでね、 YouTube で今出てますけどもね、はい、綺麗かったね、綺麗かったですね、綺麗かった、なんかお天気も良かったし、ね、ドレスも綺麗かったし、ね、素敵でしたね。教会も綺麗だった。教会のあの入り口、入り口のバラ、見た、そう、あれすごい素敵だった。すごいよね、なんかもう自然に、え、自然なあれ、いや、わからない、なんかすごい綺麗やって、ね、もうね、もうお二人とも、ね、そうですね、うん、なんていうか、こうちょっとなんか歴史的なんですかね、はい、まあ誰でしたっけ、名前忘れた、王子、王子じゃない方、メーガン・マークル、そう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 、はい、メーガンさんは、はい、黒人でね、いらっしゃって、ね、はい、イギリスの王室に入るっていうことで、はい、すごく注目されてましたね、注目されてて、はい、なんか素晴らしいことですよね、なんかこう、なんかいろいろ開かれていくというような感じがして、う、ね、はいはい、うまかったね、歌、教会のソロでね歌われてた方ね、すごくうまかった、ゴスペルみたいな、うん、はい、入場するときにね、はい、歌ってあった歌、チェロの、ね、方も、はい、弾いてらっしゃいましたけども、ちょっともう演奏会っぽい感じの、ね、うん、豪華な、豪華な挙式で、はい、ね、ちょっとなんかワクワクしましたけども、ね、素敵と思って、めっちゃこういろいろ、あ、写真とかすごい見ました。写真上がってんの、はい、いろいろ、はい、すごく見たりとかして、ね、よかったですね、いいなっていう話いいな、ね、うん、ね、ね、そう、そんな、はい、まあ、5月で、はい、なんか報告とかある、みわちゃん、私ですか、うんうん、最近ゴールデンウィークもありましたけど、あ、どうしてたゴールデンウィーク、実は、私ちょっと仕事がいつも月始め休めない仕事をしてたんですけど、今年4月からちょっと仕事の内容が変わって、その月始め休めるようになったんです。で、今回そのゴールデンウィークの並びが結構よくて、長かったね、で1日2日を休めば9連休だったかな、9連休もあったあって休めたんです。すごいね、何してたん、9連休も、何してたも、何しようと思って、で、まあ、1日は一緒だったね、1日一緒だね、一緒でしたね、はいはい、なんですけど、そう、旅行に行きたかったんですけど、うん、行ったとか、ちょっと行く申し込むタイミングがちょっと遅れちゃって、なるほど、どこも行けず、もう本当に休んでました。あ、休んでた家で特に出かけず出かけず、本当にのんびりした、あ、そう、はい、ゴールデンウィーク、なんか無駄だったのか良かったのかよく分かんないゴールデンウィークで、いやいや、まあね、はい、
休養したなっていう、ね、休養も、ね、しっかりできて、はい、そうですね、私はあの、はい、まあ、ゴールデンウィークはお仕事でしたけども、まあ、その前に、ね、4月の終わりにこちらのルルホールさんで、うん、あ、そうですね、はい、アイユーコというね、はい、あのデュオのコンサートをちょっとさせていただきまして、はい、久しぶりに、はい、あのさせていただいたんですけども、はい、あのちょっと軽く V が流れるかな、あ、出ましたよ、あ、これね、あのね、あの相方の堀内優子さんですけども、はいはい、あの彼女と2人で、はい、愛優子というね、あの、はい、デュオのコンビもちょっとやったりとかしてまして、はい、久しぶりにちょっと2人で歌ってみようかということで、結成して、いや、もうね、5年ぐらい経つんですけど、あの2回目なんですね、全然やってないやんっていう、そう、そう、2回目、1回やったんですけどね、はい、うん、でそこからそういえばやってないよねみたいな話になって、はい、あのまあ、ちょっと久しぶりに2人で歌おうじゃないかみたいな、はいね、ことでね、またね、なんかあのどんどんこうレパートリーもあの増やしていきつつ、はい、またねどっかでコンサートできたら、ね、うん、いいかなと思って、どんな曲をされたんですか？今後ね、あのね、本当にオペラの重唱、はい、綺麗なね、あの有名な二重唱いくつかね、はい、ありますんで、はい、うん、そういうのを歌ったりとか、はい、まあちょっとポップスもあったりとか、楽しいですね、いろいろ、そう、ディズニーもあったりとか、あ、まあ、もういろいろアラカルトなんですけど、なんか踊ってますけど、踊ってますね、あのしかもわざわざこの踊ってる踊ってるの、あの、はい、VTR が流れてしまいましたけどちょうどいいタイミングそうで、あのちょっと光飛んでてね残念、顔がちょっとよく見えませんけども、顔がちょっと残念、踊ってますね、見えないですけどね、あの、はい、これはあの得意のザ・ピーナッツを歌ってる様子ですね、ピーナッツ、何が一番ノリが良かったかって、これが一番お客さんもノリが、お客さんもね、知ってる曲なんで ね、はい、そうですね、あの歌わせてもらったりしてますけど、まあ、もうちょっとね、オペラの、 あの重唱のレパートリーをね、私たちやっぱりあのオペラを歌ってる、はいはい、あの歌い手なので、まあ、その辺は少し量を増やしてですね、はい、もっともっとね、いいオペラの重唱ありますんで ね、本当弾いてよ、みおちゃんピアノ、ね、ぜひぜひ、はい、やりたいですね、はい、3人で ね、はい、3人でね、またルールホールでね、はい、できたらいいな、ね、と思っています、はいはい、もう今度はね、すぐ近々やっていただきたいです ね、 そのすぐね、まだ2回っていうのがちょっと、まあ、そう、2回ってちょっとびっくりしましたけど結構あの、うん、よく合うんですけどねよく合うけど2回合ってるからちょっとやった感じつもりになってるのかもしれないですけど、はいはい、まあ、そんなね、近況報告を、はいはい、させていただきまして、はい、なんかちょっとあれ、あの、はい、なんとここでね、重大発表、もうちょっとさっき行きそうになった。いい匂いしてきてあるんで、そう、あの、ね、ちょっとつられてさっき行きそうになってましたけど、はい、そう、ここでですね、あのね、重大発表が、はい、重大発表か、重大発表でしょ、 あるんです、ババーン、ババーン、音楽なし音楽なし音楽なし、ババババーンみたいな、はい、なんとですね、はい、こう私、ずうずうしくも厚かましくもですね、あの待望のファーストアルバムを発売することになりました。やったー、イエーイ、ありがとうございます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 、まあ、なんてこと、本当、なんてことでしょう、なんてことでしょう、ね、なんてことでしょう、なんというこの素敵なお話をですね、はい、あのいただいておりましてですね、このね、はい、なんと内容がですね、はい、ただのね、あの CD ではないんです、というコンサートをした、はい、ライブのあの様子をそのまま、ライブ録音という、なかなかあのハードルが高い、そうですね、そうなんです、普通のね、一般のレコーディングっていうのはこう、はい、なんかね、納得のいくまであの自分のいいものを ね、 そうですね、取り直して聴いていただくものを厳選して、はい、すごく時間かけて撮ったりするんですけども、はい、あの今回はですね、もう一発撮りです、だいぶ勇気いるだいぶ勇気がいります、それとあの、はい、やっぱりね、あのそのままの状況をあのライブで録音して、そしてですね、あの、ま、録音してそのレコーディングしたのは、あの秋に CD として販売をさせていただいて、はい、でその前はあのダウンロード、先行ダウンロードというのもあのしていただける、すごい、はい、なんという企画でしょうという、あ、はい、何か、それでですね、はい、そう、
もうちょっとイベントで挙げていただいておりますが、はい、なんとですね、そのね、プレミアムライブっていうふうにちょっと名前がついてるんですけども、はい、プレミアムライブレコーディングコンサートになるんですが、はい、その何がプレミアムかというと、そのコンサートをその、まあ、当日、まあ、させていただくんですが、はい、その日にですね、その、後で配信販売されるコンサ、CD の一部を、もう録音をしたものをお持ち帰りいただけるという、はい、なんとその場でです。その時に買ったものを、そうです。もうその場の、はい、まあ、第一部といいますか、はいはい、その部分をもう CD にプレスをしていただいて、でその白板のところに私と、もちろんピアノは美和ちゃんなので、美和ちゃん恥ずかしいけど、そう、ちょっとサインの練習をしとかないと、サインをさせていただいて、はい、その場でお持ち帰りいただくという、うーん、拍手、いやイエーイ、さあさあ拍手拍手、そんな ね、 ね、プレミアムな、はい、まあ、コンサートといいますか、レコーディングといいますか、ライブというか、なんというか、はい、そう、それでですね、はい、その、コンサートをね、録音していただく、はい、その、まあ、技術といいますか、はい、バイノーラル録音というバイノーラル録音、バイノーラル録音、ハイレゾは最近ね、ちょっとよく聞きますね、はい、ハイレゾっていう言葉をよく聞くんですけども、何かよくわからないんですけど、何かちょっとね、今説明しろと言われたら私説明できないので、はい、その、録音をね、担当していただく、はい、方にちょうど今日は来ていただいてますので、はい、ちょっとご登場いただきましょう、お願いします。田口さん、はい、ね、突然の、はい、深々と頭下げて、ちょっと簡単にご紹介していただいて、自己紹介もしてね。はい、はい、録音を当日担当させていただきます、アニマプロダクツという会社の田口でございます、よろしくお願いします本日も早速その当日使う機材をですね、まあ、テストというか、ちゃんと撮れるか当日の雰囲気に近い形で撮るということで機材も持ってきているんですけれども、まずハイレゾって最近よく聞くようになってきたと思うんですけども、あれもともとは音楽って最初はテープで始まって、その後レコードになって、で CD になって、で今その媒体自体がそのデジタルになっちゃったので何でもありになったんですけども、要はデジタルにした時に本来だったら滑らかだった信号が荒くなっちゃったんですね。でハイレゾっていうのはもっともっと細かく高密度に撮るということで、本来の生の音にデジタルだけど録音できるっていう技術です。で、バイノーラルっていうのはご覧の通りマイクがですね、人の頭の形をしておりまして、見て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 で、なんだっていう、あ、うっすら影が見えてます、はい、横顔が横顔が、はい、これ横顔が、ちゃんとですね、世界中の人の頭の形の平均値を取っているので、どなたが聞かれてもちゃんと立体で聞こえるっていうマイクになってます。サラウンドな処理をしているわけじゃなくて、本来人の耳で2つしかありませんけども、これでちゃんと立体で聞こえる理由は、その耳のひだひだの形ですとか、顔や肩の反射した音を脳みそがですね、ちゃんと処理してくれて、目で見た時に奥行きを感じるように脳みそが音を立体で処理してくれてます。でそういう風に撮れる機械でございます。すごいですね、はい、で今回愛さんの録音をこれでやらせてもらえるっていうのがとっても嬉しいんですけども、やっぱり音楽ってね、一度できた曲を何回もやっぱ演奏はされるんですけども、うん、人生同じ一日が一度もないように、結局一回限りなんですよね、うん、そういう時のその一期一会の美しい空間とか響きとか、もちろんそこにお客さんがいないと音楽って成立しないですからね。でそういうのをありのままに後世に残すことができる技術っていうことで、ずっと取り組んでおります、うん、当日もぜひお越しくださいませ。はい、ありがとうございます田口さんでした。ね、すごいよね、その
なんか横歩きで帰ってきましたけど、ね、あのマイクね、はい、すごいでしょ。で今ね私たちはね向かい合ってるんです、マイクと見られているものすごく見られてる感じなんですが、はい、ね、形はなかなかそのねプレッシャーと言いますか、あのその時の状況、この空気感ですとか、まあ、例えばお客さんが、はい、あのカサッとかしはったりとか、うん、それでまた空気が変わっちゃったりとか、うん、それからあの私たちの息遣いだったりとか、そうですね、うん、なんかそういうので、はい、もうあの変わってしまう、その空気ごとというか、うん、空間ごとあの録音される。そうですね、どう？どんな感じでもなんかこうな生だからもう、うん、あのやっちゃいいかみたいなあのあるんですけども、はい、まあでも、このね生の録音に耐えられるというあの音楽をやらないといけないなと、ね、思っていまして、はい、あのすごいプレッシャーではあります。ありますね、はい、でもまあいろんなねあの曲ができればいいなと思っていて、はい、あのまあ、大好きなプッチーニとかベルディとかいいですね、はいはい、あの皆さんに、はい、よく聴いていただいているものをまたお家に帰って聴いていただけるとかっていうのはねすごくいいことですし、そうですね、その、録音が後に残っても大丈夫なようにしとかないと大丈夫なように頑張らないと、はいはい、ね、でもね、いけないです。その撮ったものを一回聞いてみたいですね。そう、お家で聞いた時にどんな風にね、ホールっていうか、そう、ね、その状況がね蘇るってねすごく ね、あの私たちにとってはすごくあの嬉しいことと言いますか、そうですよね、そのなかなかねライブの状況をそのまま、はい、またお家で聞いてもらえるっていうことはね、なんかそうやってこう、まあ、思い出してもらうとかっていうの ね、思い出してもらえるとまたね、うん、いいですね、すごくいいなと思います、はい、あの、はい、ちょっとね6月の末にウィーンに行って勉強する機会をちょっといただいてますので、はい、そうだった、そうです、そうなんです来月ですね、来月ですね、はい、はい、ちょっとまたあの次ね7月またあの、はい、番組させていただくときに、はい、そのご報告もできたらいいなと思っていますが、ね、楽しみです、はいはい、楽しみに待ってます。ちょっとねそこまであのまた一層磨きをかけて来ないと、はい、あのお客さんにあの楽しんでもらえるようなあのいいレコーディングになるようにしたいと思いますので、はいはい、あのぜひ、はい、あのね、たくさんの方に来ていただきたいなと思っています、はい、8月4日の、はい、プレミアムライブレコーディングコンサートの、はいはい、ご案内させていただきました、はい、はい、ありがとうございます。拍手、なんか今日拍手がなんか、ね、多くて、多い多い、嬉しい嬉しい、上手にできてる気がいい、ね、できてるできてる、いい感じですよ、はい、いい感じで進行しておりますよ、はい、今日もね、はい、それでねさっきからまあちょっとね、はい、あの話をしながら、ね、はい、チラチラと皆さんに画面の向こうには伝わらないと思いますが、はい、すごくいい匂いが、香りですね、はい、匂いって言ってもった、あの香りがしてますけども、はい、何でしょうね、何でしょうね、何でしょうね、さあ、あんなところに、あら、なんかコーヒーのセットがありますよ、はい、ご紹介しましょうか、今日はですね、はい、岩出市にあります、あちらです、はい、自家焙煎コーヒーカフェ、花舞さんの、中田さんに来ていただいております。よろしくお願いします。こんばんは、花舞コーヒーの中田と申します。今日はお招きいただいてありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、まずはですねちょっとその、花舞さんのカフェの様子といいますか、どんなお店なのかっていうところをですねちょっとご紹介いただきたいですけども、どうでしょう、 V が流れますか、はい、当店は岩出市の中島というところにございます、うん、まあ、ちょっと24号バイパスから奥まったところで分かりにくいんですけども、まあ、近くにはメッサ多くはありまして、その24号バイパスを挟んで向かい側ということで場所的には位置をしています。で店内の様子ちょっと見ていただくと、まあ、大体40数席ぐらいございまして、うん、まあ、コーヒーだけじゃなくて
ランチから、まあ、ディナーまで一応やってます。で特に、まあ、コーヒーに力入れてますので、うん、コーヒーには、ぜひ飲んでいただきたいんですけども、店内ではちょっともう飛んじゃいましたけど、あの豆をコーヒー豆も売ってますので、うんうんうん、あの買いに来ていただく方もいらっしゃいます。だいたい30種類ぐらいの豆がございます。はい、はい、で今日はなんかここにセットがあるんですが、ちょっとみわちゃんそのそれをまた、あそれね、それ私持ってようか、これもちょっとまた後で出てくるけど、今日はですね、はい、ぜひあの皆さんにあの当店自慢のフレンチプレスという入れ方をしたコーヒ ー、これを実演させていただいて、 ありがとうございます。あの飲んでいただこうと思いまして持ってきました。それではちょっと、はい、入れさせてもらいながら、はい、ちょっと説明をね、どんなことか、はい、実は私あの何回も行かせていただいてまして、何回も飲ませていただいたことあるんですけど、美味しいんです。あのフレンチプレスの入れ方はですね、うん、あの普通のペーパーフィルターとか、うんうん、あのネルドリップで入れるような入れ方とは違って、うん、まあ、まるであの、まあ、これ機械自体があの機械って言ったらおかしいですね、はい、容器自体があの紅茶コーヒー兼用でして、うんうん、紅茶でよく見ますよね、紅茶を入れるような入れ方で、ね、あのコーヒーをあの入れます、うんうん、でこうすることであの金属のフィルター使ってるんですけども、あの割とペーパーフィルターと違ってコーヒー本来の油分ですとか、うんうん、そういったものまであの醸し出されますので、うん、あのコーヒーの風味やコクといったものが深くなって、うんうん、美味しくコーヒーを召し上がっていただけるんです、うん、で、まあ、あのどれも一緒なんですけど、入れ方は、うんうん、あのまずちょっとお湯を注いでいただいて、はい、30秒ちょっと蒸らします。こうすることでコーヒーの、まあ、味がですね、まあ、全体に行き渡るようにということで、うん、30秒蒸らしていただいて、はい、今日は時間ないのでこのままお湯を注ぎますけども、なるほど、はい、もう大体30秒だったかな。本当は30秒がいいんですよね、はい、でお湯を注いでいただいて、でこれもあのちょっと今日はあのそのままポットで入れてきたんで、はい、ちょっと雑な入れ方になってしまいますけども、普通はあの専用の入れ物がありますので、はい、それで入れます。でここからですね、一応まあ、あの混ぜる、お湯を注いだら、はい、ね、混ぜていただいて、はい、で専用の蓋をこうしてもらうんですけど、うんうんうん、これでまた3分ほどさらに奥一応蒸らしていただきます。でまあ3分経ちましたらもう飲み頃ですので、これそれをこのピストンを下までぐーっと押していただいて、ね、上の方にこしたコーヒーをカップに注いで飲んでいただくと、これねすっごいね香りがねよくて、なんかね あんまりね苦いのちょっと苦手なんですけども、あの苦味とかねそういうのもすっごい飲みやすいんです、あのこのフレンチプレスで。そうですね、うん、あの豆によって、まあ、苦い、それからちょっと酸味が強い、バランスの取れた甘みのある豆、こういうふうにあるんですけど、うちはあの大体皆様の好みに応じて4種類ぐらい毎月豆を用意してますので、うんうん、あのいろんな味を楽しんでいただけると思います。確かなんか選ばせていただけるんです、コーヒーの種類なんかもね、はいはい、でいただく、ね、そんな、フレンチプレスの、コーヒー、まあ、ということなんですけど、こういう形ですね、はいはい、ね、今日はですね、なんとあの女性の方限定、やった、あの花舞さんのこのコーヒーをですね、あのちょっとプレゼントということで、はあ、嬉しいね、女性でよかった。お店で、焼いてる豆ですけども、うん、プレミアムブレンドっていうのがありますので、それを入れたあのカッポンコーヒーですね、これはあのドリップバッグですので、ご家庭で楽しんでいただけます。はい、ありがとうございます、はい、今日はお土産付きでございます。はい、そんなですね、花舞さんで今度、はい、あのイベントをさせていただきます。それがこちらでございます。ババン、ザ・オペラ花舞ヤクライのようこそオペラへ、イエーイ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。で、そのね、ちょっとあのこのね、3分間コーヒーをって入れてる間にこの話をしようかなとか思ってたんですけども、あのちょっと入っちゃいましたけどもね、はい、あのちょっと残っていただいて、このね、
ようこそオペラへということでですね、今回はですね、私とそれから美和ちゃんと、なんとですね、朗読家でいらっしゃいます福山秀美さんにお手伝いをいただいた、素晴らしい企画となっています。そして今日はですね、福山秀美さんにもお越しいただいております。どうぞお願いします。こんばんは。こんばんは。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。本当ですか？はい、今日はですね、福山秀美さんに来ていただいてですね、はい、ちょっとね、この、オペラ、花舞やくらいのようこそオペラという、はい、宣伝をねさせていただきましょうかなと思っております。いただきましょうか。はい、わかりました。はい、わかりました。素晴らしい、はい、お声とそれから朗読で、私が歌いますね、椿姫というオペラを、一人オペラ得意でございまして、一人でその、まあ、初めての人、初めてオペラを見る人が、分かりやすいものをやりましょうということで、はい、全くオペラが分からない私でも分かるというオペラをしてくださいということで、はい、朗読をさせていただくことになりました。はいはい、で、歌える部分とそれから、他の登場人物の人がいたりとか、その時代の背景ですとか、そういったところを福山さんに朗読をしていただいて、はい、で私が歌う、そして美和ちゃんに弾いてもらって、あっちって思った、はい、こう一本ねお話を最初から最後までご覧いただくというような、オペラでございます。もうあれですか、お席まだあるんですか？席ね、頑張ってありますという感じで、もう本当はもう完売でございまして、満員御礼で、ご予約をもう、はい、いただいております。またね、たまたま、そもそもですけども、たまたまちょっとお店にコーヒー飲みに行ってて、一人で座ってちょっとお勉強してたんですけども、オーナーさんがこうおもむろに近づいていらっしゃって、ナンパしにナンパしに来はったんかな、オペラ歌手の矢倉愛さんですかって言われて、そうです、汚い格好してるけどとか思って、そこでですね、何かここでイベントをしようと思ってるんですけども、っていうことで何かやって、いただくって可能ですかっていうことでお話をいただいて、じゃあそういうのを一つやらせていただきますということで、すごい、はい、今回このお話をいただきました。どうですか？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 頑張りますよ、私。今やってみてどんな感じですか？そうですね。ちょっとね、オペラの入り口になれれば嬉しいなっていうので、お手伝いをさせていただくことになります。すごい嬉しいです。本当にオペラのこと、アリアのことわからないんですけれども、椿姫っていう名前だけは知っているという感じです。これからこんな感じで愛ちゃんと一緒にオペラの入り口をこう広げていけたらいいなって思ってますので、どうぞ皆さん応援してください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。さあで、せっかくですね、今日はね福山さんに来ていただいたので、はい、もう福山さんのされてる、たくさんのイベントありますので、こちらもねご紹介していただきたいと思います。ありがとうございます。機会をいただきましたので、まずはここルルホールをお借りして、今年1月3月5月って奇数月に福山秀美の朗読カフェというのをさせていただいております。5月奇数月です。30日水曜日に、午後2時からこちらのホールで朗読を聞いていただく朗読カフェ開催させていただきます。フリードリンク付きで1000円ということでリーズナブルに聞いていただいております。はい、こちらも朗読というのをぜひ一度聞いてみたいという方のために開催をさせていただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ぜひぜひ。それから実は和歌山放送で番組をずっとさせていただいていたんですけれども、その大先輩池田佳代さん、塚本恵子さんという大先輩のもと、一番下っ端なんですけど福山秀美と3人でラジオ3人娘って言うていいかな、 娘いてる人っていう感じなんですけれども、ふれあい寺子屋朗読会というのを古民家山崎亭小川の駅前にあります。こちらの方で、6月の2日土曜日午後1時開場、午後1時半開演ということでさせていただきます。こちらの方ももしよろしかったら来ていただきたいと思います。はい、で今ね愛ちゃんの CD の話があったんで、私も出したやんということでちょっと、ね、はい、ありがとうございます。はい、
芥川龍之介作の藪の中というのを、うん、出させていただきました。一人で8役読んでいます。すごい。ぜひ聞いていただけたら嬉しいな。1枚の1200円で売るほど持ってますので、今日も持ってますので、ぜひお買い求めいただいて聞いていただきたいと思います。はいはいはい、以上できる限りの宣伝をさせていただきました。ありがとうございます。助かりました。いや、でもちょっとどんなね、朗読の世界ってどんなのか聞いてみたいと思いませんか。聞いていただけます？皆さん、ほら、ありがとうございます。ほら、ね、もう無理やり、そんなことない、そんなことないですよ。本当にね、素敵なね、柔らかいお声でいらっしゃって、私なんかとは打って変わって素敵な、はい、ちょっとね、朗読の世界を見せていただけ、はい、ないでしょうか。はい、それではほんの少しだけコーヒーができる間飲ませていただきたいと思います。はい、じゃあ私はコーヒーを飲んで、はいはい、聞かせていただきますので。わかりました。飲ませていただきます。前をどうも失礼します。年が年なので座らせていただいて。コーヒータイム要員の福山が今日は新見南吉の作品、小さな作品ですけれども有名な作品なんで聞いてください。でんでん虫の悲しみ。新見南吉。一匹のでんでん虫がありました。ある日そのでんでん虫は大変なことに気がつきました。私は今までうっかりしていたけれど、私の背中の殻の中には悲しみがいっぱい詰まっているではないか。この悲しみはどうしたらよいでしょう。でんでん虫はお友達のでんでん虫のところにやっていきました。私はもう生きていられませんと、そのでんでん虫はお友達に言いました。何ですか？お友達のでんでん虫は聞きました。私はなんという不幸せなものでしょう。私の背中の殻の中には悲しみがいっぱい詰まっているのですと、はじめのでんでん虫が話しました。するとお友達のでんでん虫は言いました。あなたばかりではありません。私の背中にも悲しみはいっぱいです。それじゃあ仕方ないと思って、はじめのでんでん虫は別のお友達のところへ行きました。するとそのお友達も言いました。あなたばかりじゃありません。私の背中にも悲しみはいっぱいです。そこで、はじめのでんでん虫は、また別のお友達のところへ行きました。こうして、お友達を順々に訪ねていきましたが、どの友達も同じことを言うのでありました。とうとう、はじめのでんでん虫は気がつきました。悲しみは誰でも持っているんだ。私ばかりではないのだ。私は私の悲しみをこらえていかなきゃならない。そしてこのでんでん虫はもう嘆くのをやめたのであります。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。あれです、後ろ通ります。後ろ通りますか。礼儀正しい愛ちゃん、はい、ありがとうございます。なんかちょっと私もこうやってね、皆さんの前でおしゃべりをさせていただいたりとか、はい、コンサートをするときにちょっとね、トークタイムみたいな
ということでいろいろお話しさせていただくんですが、はい、口が悪いことで有名でして、はい、そうなんですか、和歌山弁丸出しでですね、はいはい、和歌山をアピールしているつもりなんですが、もうちょっとね上手に喋れないものかと笑ってる、はい、まあ、そこをもう自分のキャラだとは思ってはいますけども、ね、うん、愛すべきキャラだと思います、愛すべきキャラと言っていただけるとすごく嬉しいんですけども、はい、でもなんかもうちょっとこう公式なところで公式、はい、ちゃんと喋れるようになりたいなっていつも思ったりするんですけど、うん、ちょっとそんなアドバイスっていただけますか。話し方っていうのはやっぱりさっきおっしゃったみたいに、うん、その人の人柄が現れてこその話し方なので、うん、それを壊すってことは別に、うん、いいと思うんですよね、うん、思ってることがそのまま伝わればそれでいいと思いますので、うん、伝えたいっていう気持ちがあれば、うん、まあ和歌山弁がねどうのこうのではなくてもう十分伝わってると思うので、そうですかね、はい、まあ、一朝一夕にはね、はいはいはい、いや福山さん ねずっと喋っててねお話ししてて感じたんですけど、いつもね笑顔でいらっしゃるんですよ。本当ですか。うん、なんかねいつもねこうおしゃべりしてる時もねちゃんとこう口角が上がっててね、いつも笑顔でお話ししてくださるんですけども、そういうのねすごくね素敵だなと思うんです。そういうのが声にねよく現れていらっしゃって、うん、今そこでね田口さんと言ってたんですけど、すごくね安心するお声と言いますか。あ、本当ですか、ありがとうございます、うん、聞いててね、木でもどこでも登りますなんかねだからねちょっとさっきねまあ、ちょっとこの場を借りてあれなんですけど、3人ね、美和ちゃんと3人揃っていますってなので、ちょっとね25日のねリハーサルをちょっとだけさせてもらったんですけども、なんかねちょっとね美和さん美和さんちょっとなんかありました。なんかすごいいい感じなんですよ ね、結構一生懸命やってましたよね私。いやそうなんですよ、だからね、はい、そうなんです、なんかすごくこの前そう流れがいいと言いますか、しっくりきたというのもあるし、前回ねトスカの時にもう救急でお願いしてナレーションをね間で入れていただいたんですけども、その時もすごくね見ててね、みんながねその音楽とそのお話ししてるその境界線がこうなんていうかな、分からないというか、すごく自然やったって もうすごく言われたんです。喋ってて、はい次音楽、はい喋る歌喋る歌みたいな、そういうのじゃなくて、自然とこう音楽が始まって自然とお話が入ってくるから、はい、すごく見やすかったっていうのを、聞きやすいし、うん、話もすぐ入ってくる、女優すごいなと思って思いました、ね、だから、はい、私たちもなんか音楽がやりやすいというか、そうやりやすかったですね、うん、はい、そういうのってレギュラーでお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ゲストの、福山秀美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はなんて素晴らしいこの進行具合なんじゃないですか。いい感じにいってますね。いい感じですよね、はいはい、いろんなとこでね、はい、この私のこの一人オペラといいますか、できたらいいなと思っていまして、はい、なかなかやっぱりその、うん、オペラの間口ってなんかいろいろやってそうなんですけども、はい、なんて言いますか、敷居が高いとか、ちょっとよくわからないとか、あ、よく言われます ね、よくわからないは、ね、特になんかね、はい、クラシックってちょっとよくわからないみたいなことを ね、言われるんですよね。クラシックっていうだけで、ね、だけで、うん、硬いとか、はい、うん、 で、はい、うん、でなんかチケットが高いとか、うん、ね、そういうところにすぐこう結びついちゃうっていうのはね、はい、やっぱりねまだまだそういう方ってこういらっしゃるのかな、はい、和歌山でもすごくコンサートたくさんありますし、クラシックをね、はい、一生懸命されてる方、ね、たくさんいらっしゃいます、はい、いらっしゃいます、はい、ね、関西だけでも本当にたくさんの数のオペラやってますし、はい、いろんなところでいろんな発信があるんですが、はい、それでもやっぱりまだ見たことがないっていう人とかやっぱり ね、たくさんいるんですよ、ね、クラシックはいいっていう人は、うん、ね、たくさんまだまだ、ね、そう、いらっしゃいますね、そういう方がいらっしゃるんですよ、はい、でやっぱり私たちがその音楽をやってる
ってこうやって皆さんの前でさせていただくことっていうのは、はい、あの一種のやっぱりまあ使命ではあると思うんですね。皆さんにやっぱりそういういいものをお届けして、はい、聞いていただいて楽しんでいただくっていうのは、はい、あの私たち演奏家の務めでもあるかなと思っています。で、ね、はい、でいきなりですね、あのオペラにどうぞ見に行かないとか言って、あ行こうか行こうかみたいな感じにはちょっとなりぬくい。確かにそうです、ね、そうなりぬくいんです、はい、そのチケットいくら8000円って言われたらちょっと考えるかなって、うん、やっぱりちょっと思っちゃう、ね、ちょっとね、正直なところね、他のことできるなって思っちゃいますね、うん、そう思うんですけども、はい、まあ最終的にそういうところにあの、はい、聞きに行っていただけたらあのいいなということで、うん、まずはじゃあいつもコーヒーを飲んでる、レストランですとかカフェとかね、はいはい、あのいつも行くようなところ、はい、あの普段着のままで行っても誰も何にも言わないところってあのお気に入りの場所なんかがあるかと思うんですけども、はい、そういうところで生演奏が聞けたらどうだろうと、はいはい、なんかそういうとこからの、まあ、スタートなんですね。だからいつもの光景にいつもの風景いつもの生活の中に、クラシックを入れていただきたい、あの聴いてるものをオペラに少しでも変える時間を持ってもらいたいっていう、はい、そういう気持ちで、私はあのいろんなところで、カフェですとかレストランですとか小さいところで、はい、もうお客さんの息があの唾飛んでごめんなさいみたいなあの距離感のところで、はい、そうやったりとかね、はい、っていうことをあのさせていただいてて、はい、で少しでもあのクラシックを好きな人オペラの人オペラが好きな人とか興味を持っていただける方が、ね、あの、はい、増えればいいなっていうことで、はい、いろんな活動をさせていただいてます、はい、だからあのその一つでですねちょうどそれをあの福山さんがあの見ていてくださってというかお手伝いをお願いしたら心よく、ね、うん、はい、あの引き受けていただいて、はい、で今回あの椿姫というあの一番、まあ、もうメジャーなんじゃないかと言われるオペラをですね、うん、まずあのそういう誰でも知ってるけどでもじゃあ見たことあるって言われたら、うん、ちょっと聞いたことあるけど見たことないって、ね、大体の方がやっぱり言わはるんですよ、はい、あれ知ってる知ってる見に行ったこの前って言う人まずいないんで、確かにそういうの聞いたことない、うん、なんかそういう人があそうな私ね知ってるんよ、うん、知ってんの最後までね聞いたことあるんよっていうことをあの、はい、ちょっとね話題にしてもらえたらいいなっていう感じです。で、あなんか案外面白かったクラシックってみたいな、はい、なんか2時間サスペンスみたいな感じのもあるし、はい、なんや月9みたいやんとかいう ね、なんかラブストーリーやんみたいな、はい、あの本当に内容はシンプルなんですよ。あのそこをあのちょっとこう難しくなんとなくやっぱり外国のやつやからって、でもミュージカルは見に行くでしょみんな、うん、じゃあなんでっていう話なんですけど、ちょっとねそういうイメージをですね、はいはい、あの自分たちの近くに置いてもらえるような、うん、あのそういう、まあ、企画というか、はい、あのそういう私たちの活動といいますか、はい、だから今回あの椿姫させていただきますけど、またねあのレパートリーをもっともっと増やしていってですね、はいはい、あの実はそれは見たことない、聞いたことあるけど有名やから、うんうん、でも私行ったことないんですっていうのがじゃあねこの前なカフェでやっててなちょっと見てきたらまあまあ面白かったんよみたいなお話になって言ってもらって、じゃあちょっと劇場でやってるからいろんな人がやってんのってどんなんやろうと思って見に行ってもらったらいいな、 そっちへつながったらいいなっていう、はい、いいですね、あの企画をですね、あのせっかくあの今福山さんレギュラーでっておっしゃいましたよね、あの、はい、おっしゃってましたね、そうですね、私も聞きましたあのお手伝いいただけるということなので、はい、ぜひぜひ ね、この最強トリオでっていうか、はい、はい、美和ちゃんの素晴らしいピアノとですね、それで私の素晴らしい歌声とって言えるようにあのちょっと修行してきますんで、はい、まずはね25日をあの、はいね、楽しみに見ていただいて、はい、またちょっとねビデオも撮ってねいろいろ配信して皆さんに見ていただける機会も作りたいなと思っていますので、はい、これからもそのね私たちの活動を、はい、見守っていただければいいなと思います、はい、そしてぜひ足を運んでいただきたいと思います、そうですね、はい、あの本当に皆さんのお家の隣へ行ったりとかするかもしれません、はい、よかったらあの
あの今を使わせてくださいとかあるかもしれませんからねあのご準備だけいただいておいて、はい、あのいつでもどこでもさせていただきますのでということで、はい、また楽しみにしていただければなと思っております。はい、はい、まあちょっと喋りすぎましたね今日はね。すごくねあの進行がね素晴らしくってですね、あのいい慣れてきました ねもう確実に配分が、ね、分かってきましたね、はい、自分たちの中で、はい、というわけで、はい、まあちょっとねせっかく来ていただいていますあの方もたくさんいらっしゃいますので、はい、ここで、ちょっと私たちも演奏して、エンディングということで、はいはい、今日も楽しく終わらせていただきたいなと、はいはい、思います、はいはい、それでは、今日もベラカフェテレビ、最後になりましたけども、まあ、おなじみの一曲といいますかドン・パスクアーレで、今日も賑やかに終わりたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
今日はですね、ヤクライのオペラカフェテレビはですね、カフェ、花舞さんの、中田さん、オーナーさんでございます。そして、福山秀美さん、朗読家の福山秀美さんです。そして田口くん、アニマの、はい、もう録音のスペシャリストですね、はい、こんな素敵な皆さんと、そして、相棒の美和ちゃんと、はいはい、お届けしてまいりました。次回はですね、7月の24日、火曜日でございます。またこちら、狐島ルルホールから、8時からですね、公開生番組ということで、楽しい、1時間をお送りしたいと思います。また次の、ね、7月はたくさんいろいろ、そうですね、ね、いろいろな、はい、お知らせがあったりですとか、はい、ありますね、はい、いろんな報告あったりとか、はい、またね、楽しい1時間になるかなと思います、はい、皆様また、ぜひいらしていただいて、実際に見ていただき、そしから、また後で YouTube でもう一回見ていただいて、はい、いいねをたくさん押してください、はい、よろしくお願いします、はい、それでは、ヤクライのオペラカフェテレビ、これで、終わりでございます。ありがとうございました。